部屋を片付けないとならんのだよね。私実は寝なきゃいけないんだよ。けどもう寝るんだ。もう寝るんだよ前日は。あれ。明日頑張る。ありがとう。Thank you。まあメールなんてね、なんて上も言いますか。何とでも言いますか。ちょっとね、やらなきゃいけないことが溜まってて、もう掃除を諦めたので明日帰ってからやります。くしゃみ出そう。もう前髪が終わってますね。明日は13時からですよ。なので集合がくっそ早いんですね。今日は私も一日充実しすぎて、そう今日やらねばならぬことがたくさんあって、まず唇が荒れてるから皮膚科に行くでしょ。昨日ね諦めたんです。昨日ちょっとそうぶっ倒れたんでぶっ倒れた。そう昨日は行けなくて、まあ、諦めたんですよ。もう人が、ね、多すぎて諦めて、もう今日行くしかねえと思って、今日行ったらなんかあの3時間待ちですって言われて、で12時ぐらいにね、まあ、あの12時までですじゃないですか大体病院とかって。そうで12時ぐらいから、まあ、3時じゃないですか、じゃあ3時ぐらいに来てくださいみたいな、ぜひみたいな。で分かりましたって言って、まずだって46番待ちです、46番なんで3時間ぐらいですかねって言われて、あ了解です、3時間ですねって言って、了解ですって言って、そう3時間の間に、いやもったいないな3時間と思って、じゃあ3時間で銀座行って、一旦花と買いたいもの買ってで戻って皮膚科行ってで整体行くかってなって、普
通にフッカルで銀座行ってですね、お花買って、あと買いたいものが他にあったので買って写真撮って戻ったら、ちょうどマジでもうね、買うもの決めてたんでね、秒で終わったんですよ買い物。そうで15時から皮膚科行って、でも皮膚科がマジで10分20分ぐらい終わって、お薬もなんか今から寝るのでなんか20分ぐらいかかりますとか言われて、で私15時40分にあの整体予約してたのね、だから間に合うかなとか思ったんだけど、15時35分ぐらいにね終わったの、その薬がちょうどもう32分ぐらいかな。でそっから歩いて3分ぐらいだから、うわやっべベストじゃんってなって、でそっから歩いてちょうど、まあ、5、6分ぐらいでちょうど整体に行けて、そうマジ AKB1 フッカルだと思う。そう、まあ、計算済みなんですけど、計算済み。そう。大体、でもなんか薬がどのぐらいかかるか分かんなかったから、もう勘で15時40分しか空いてないですって言われたの。で15時40分か、まあ、17時しか空いてないですって言われて、整体が。ガチかって言って、一か八か15時40分に行きますって言って、まあね40分あれば10分で面接じゃない10分で問診して、まあ30分あれば多めに見て薬はいけるやろってなって、ちょうどぴったり、私時間配分うまいなって思いました。でそっからそう、もうみんな、もう明日でほぼ最後だからさ、チーム4。あともう公演のみ、みたいな感じだからさ。そう、だから、みんなに、お手紙を書こうと思って。みんなにね、一旦、喫茶店でみんなにお手紙を3時間ぐらい書いて、まあ言うて、3時間、4時間ぐらい書きます。で帰ってきてお花を整理して、残りの半分ぐらいのお手紙を書いて今の時間でもね、目標、友達にね、今日はマジで10時寝るわとかってねもう公言したからね、マジでもう10時寝るわ今日はとか言って、全然無理でしたっていうラインをね、後でね、見てください、全然無理でしたって。でももう終わるので、ここからまあ匂いけど薬は後で取りに来るやつもありですよね。でもまあね、あのいつも行ってる整体なんで、まあ間に合う時間でいいですよみたいな感じで言っていただいたんで、あ了解しましたとか言って、あとはもっと白くしたいので、これをこの金髪ちゃんにモラシャンをしてゆっくり入りながら、あとはもう寝るだけって感じで、やっまあいっか、明日片付けようかな部屋は。まあ、マジで大荒れな、私もさあ
一つのことしかできないんですよ。だから結構あのねコンサート前とか公演前、コンサート前が一番荒れるかな。コンサート前がめちゃめちゃ荒れるんですよ、部屋が。そう、もうあのね手がつけられなくなる。でもやっぱりさ、私さっきお坊さんの言葉をね、がね、ツイッターじゃない、インスタでピョンって流れてきて、部屋を片付けるには人を呼ぶが良い、心をきれいにするには人と会うが良いっていう言葉を見つけて、その通りって思いながら、はあ、片付けようかなっていう心になった、ようやく。だから、まあ、本当は今日一日かけて片付けようと思ったんだけど、やっぱさ体がバキバキすぎて、体がバキバキ、皮膚科も昨日行けなかった。そう、買いたいものも買えてない。なんならお花も枯れたから、ちょっと部屋の空気悪いってなって、今日じゃあもう動こう。今日一日さ寝てたらさ、多分明日バテるじゃん。だから逆に動いたろうと思って、ね、いっぱい動きました今日は。花高橋さん、ありがとうございます。明日はですね、明日はマジで大荒れなの。でも何が大荒れかって、洗濯物を取り入れてそのままにしてるのね、いつも。そう、めんどくさいのを直すのがわかるでしょ。そう、ただやっぱりさ、私も小物は小物、T シャツは T シャツ、一気に洗うのね。ただ一気に洗ってそのまま置いちゃってたから、もうねずっと置いちゃう。置いちゃって、そこの使ってくから、そこの山なく、そうなんよ。人がさ、人とかが来ないとさ別にいいじゃん。たださ、やっぱりさ片付けないとって思った時に、私もう人呼ぶんですよ。友達、ちょっとさ友達来てくれないっつって来るっていう予定だけでもいいからさ立ててくんないっつって。そうだから、たまに来るっていうね予定だけね、もうマジでもう来れなくなってもいいから、マジで一回予定だけ立ててなって、人を呼ぶってことをねします。
ハンガーに欲しいパ、わかる。でも私もめんどくさすときってハンガーごと直す収納に変えました。はい、大丸で生写真書いて嬉しかった。あら、日本にいらっしゃるのね、今。いいじゃないですか。まあ、めっちゃわかるよ。だってもうタオルとかさ、でも全部さ、だから洗うってことはさ、やっぱ衣類なわけやんか。でそっから取るよね、結局。だし私最近レッスン三昧だったから、レッスン着を洗ってそっからレッスン着を取るってことをしてたらもう一生ループしちゃうのね。そう、そういうこと。待って、56分だよ。もう明日になっちゃうよ。私全然寝ないと。寝るのだ、あ、寝るのだ、飲んでるよ、めっちゃ効くよね、あれ。ただ飲みすぎたら効かなくなるのが薬なんで。あと、まあ59分だったら泣きます。59分。そんじゃ、あ、チョコのやつね。あれはチョコだからだって。じゃあ13位スーさん、12位札幌ナミさん、11位フロストさん、10位アミさん、9位ダネさん、8位横湯さん、7位ほのちゃん、6位ケンちゃんさん、5位ジョークスノーさん、4位ハリーベルさん、3位エンチョさん、2位シオリーさん、1位アノネさん。みさか最高でした。え、15分経ったよね、これ。15分経ったよね。それではありがとうございました。明日はチンフォ公演、皆さん会場に来れない方は Hulu で配信も、アーカイブ配信もありますので、ぜひ見てください。会場に来る方は一緒に楽しみましょう。生配信も一緒に楽しみましょう。バイバーイ。なる4。